はい、まずはですね、定食前の種ニンニクですね、この種球の作り方というところからですね、まあ、これはあの定食前の準備という形になるんですけど、今このように、2つ用意をしています。もうこれはね、薄皮も剥いて丸裸の状態のものですね。で、こちらがですね、薄皮1枚の状態ですね、このような状態のものを2つ作ってあります。で、こちらはどちらをね、作っても問題はありません。で、今ですね、このようにね、ニンニクあると思うんですけど、このような形でね、売られているんですけど、これをですね、どんな形で分解したらいいのかなっていうところでね、ちょっとやっていきます。この種ニンニクですね、こちらの方はですね、分解をするときにですね、例えばこういう手袋をね、まずつけた方がいいですね。で、ニンニクはですね、結構ね、硬くてですね、剥きづらいですね、硬いんですね。で、剥き方があって、このね、茎のところの下の種球がついているこの間ですね、ここの皮をですね、こんな感じで剥きます。こんな感じですね。このように最初に皮をですね、まあ、簡単にこうやって剥いであげるとですね、ニンニクというのはですね、ポロッと簡単に取ることができます。ニンニクの、植え付ける前ですね、例えばですね、このような、種ニンニク、こちらをですね、一晩水につける。そうするとこの発芽スイッチが入るということでね、早めに、発芽するというね、そういうね、ことにもなります。で、こちらの方もね、まあ、このままね、植え付けてあげるとですね、しっかりと発芽はしてきますので、栽培期間がね、およそ来年の6月ぐらいまでということで、結構長い期間の、栽培になります。ですから、まあ、最初のね、段階で、このようにね、種をね、見分けておく。で、先ほどのこちらのようにですね、種がね、傷んでるものとかね、そういったものはですね、使わないようにして、廃棄する、または傷んだところを取り除いて食用としていただく、こういったことをね、するといいと思います。はい、おはようございます。福山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ニンニクね、もうそろそろ栽培の時期になりますので、植え付ける前にこれをやってくださいというね、そういうお話をします。で、今日の動画はですね、種ニンニク、まあ、種球ですね、そちらの、準備です、こちらについてやっていきたいと思います。今、ホームセンターでですね、種ニンニクとかね、そういったものが、購入できると思います。で、まあ、ニンニクはですね、この後ですね、まあ、9月の下旬から、10月の中旬ぐらいにかけてですね、定食適期を迎えます。で、まあ、この時にですね、ニンニク、種ニンニクですね、どのようにね、準備をしたらいいのかなっていうところなんですけど、まあ、例えばですね、このようにね、ニンニクが、ホームセンターとか行くとね、こんな感じでね、売られていると思うんですね。で、このニンニクをですね、どういうふうにしたらいいのか。例えばですね、今こんな感じでね、作っているんですけど、まあ、これをですね、まず2つの作り方っていうのがあります。で、あと、植え付け前までの準備っていうのがあるので、そこら辺についてね、ちょっと詳しくね、お伝えをしていきたいと思います。はい、まずはですね、定食前の種ニンニクですね、この種球の作り方というところからですね、これは定食前の準備という形になるんですけど、今このように2つ用意をしています。もうこれはね、薄皮も剥いて丸裸の状態のものですね。で、こちらがですね、薄皮1枚の状態ですね。このような状態のものを2つ作ってあります。で、こちらはどちらをね、作っても問題はありません。で、今ですね、このようにね、ニンニクあると思うんですけど、このような形でね、売られているんですけど、これをですね、どんな形で分解したらいいのかなっていうところでね、ちょっとやっていきます。はい。まずはですね、この種ニンニクですね。こちらの方はですね、
分解をするときにですね、例えばこういう手袋をね、まずつけた方がいいですね。で、ニンニクはですね、結構ね、硬くてですね、剥きづらいですね。硬いんですね。で、剥き方があって、このね、茎のところの下の子宮がついている、この間ですね、ここの皮をですね、こんな感じで剥きます。こんな感じ。こうやってね、このように最初に皮をですね、まあ、簡単にこうやって剥いであげるとですね、あのニンニクというのはですね、ポロッと簡単に取ることができます。こんな感じですね。で、まあそしたらですね、種ニンニクをこのようにね、まあ皮の方はですね、それほど神経質にならなくていいので、だいたいこんな薄皮1枚程度にしてですね、取り除きます。またはですね、発芽を、早くさせたいなという方はですね、このように薄皮もすべて剥く、こういう状態をね、作ってあげてもいいです。これは栽培をしたい方がですね、どういう形で種ニンニクを作っていくのかなっていうふうにね、決めればいいんですけど、ただ初期生育ね、こちらの方が早く芽は出ます。こちらの方が遅いです。こちらでもおよそ2週間くらいはかかります。今は暖冬になるとですね、まあ10日ぐらいで芽が出てくることもあるんですけど、こちらの方ですね、この薄皮がついてる方ですと、だいたい2週間はかかります。で、こちらの方もですね、例えばこの薄皮にしているものと薄皮でないものでメリットあるんですね。例えばこちらの薄皮の場合ですね、どういうことがね、メリットになるのかというとですね、例えばこのようにね、種をね剥いていった時にですね、このように傷んでいるもの、これウイルス病ですね。こういう、種をね、見分けるメリットっていうのがあります。こういうものはですね、畑に植え付けない方がいいんですけど、ただですね、種ニンニク、この子宮自体がですね、例えばシワシワしすぎてたりですね、あとはこのようにですね、種自体がね、もう傷んでいるもの、こんな感じでね、傷んでいるものはなるべく使わないようにします。で、これを薄皮にすると、種が使えるもの、使えないものっていうのを見分けることができるので、まあ、こちらの方もですね、このように種をね、剥くとですね、綺麗な肌ツヤ、ね、こういったものを見分けることができます。で、ただですね、たくさん作る方はですね、まあ、これをやるのは結構ね、大変なんですね。なぜかというと、この子宮の方ですね、これを傷つけないように、皮をね、剥くので結構ね、神経を使います。細かいね、作業になるので、こちらの方はデメリットとしては結構時間がかかるということですね。で、対照的にこちらの方はですね、薄皮1枚ついた状態です、ね、で、こちらの方は発芽は、比較的遅いんですけど、ただですね、こちらの方は皮をね、剥く手間が省けるという形なので、ここでですね、一番最初に、例えばね、このようなニンニクですね、ニンニクの種球を見てですね、病気にかかっているもの、かかっていないものっていうのをね、見分ける必要があったりもするんですけど、まあ、ただ、畑に植え付けた時点で、まあ、それほどね、失敗するってことはあんまりないので、そこまでね、気にすることはないと思います。ではね、実際に先ほどの続きですね、こちら、剥いた後ですね、これをですね、薄皮の場合はですね、非常に簡単です。もうね、皮をね、これぐらいですね。これぐらいの状態で作っておけば、もう発芽してきます。これですね。ちょっとね、全部取ってみます。この皮をね、だいたいこんな感じでね、取ってあげて、はい、簡単ですね。まあ、たくさん栽培する方はですね、こちらの方が向いてます。
で、種自体がしっかりね、硬くてですね、シワシワとかね、プニュプニュしてたりとか、そういったのをしてないのをね、よく確認しておいてください。で、この状態ですね。はい。で、こうやって、種ニンニクを植え付ける前にですね、事前にこうやって準備をしておきます。これが、植え付ける前の準備ポイントになります。はい、まあ、こんな感じでね、今ちょっとね、皮がね、少し剥けましたけど、ニンニク自体もね、いいニンニクですね。これは病気にはかかってないので大丈夫です。ではね、もう一つ剥いてみます。先ほどと同じように、この茎と種球、この間のこの皮の状態ですね。ここに指を入れて、こんな感じでね、剥いていきます。剥いて。あ、今ね、これね、こんな感じでね、粉が出てきましたね。これはね、種が傷んでる証拠です。こういう種は使わない方がいいです。ちなみにこちらはですね、去年収穫したニンニクの種ですね。こちらになります。はい。じゃあ同じようにこちらも剥いて。あ、こちらもダメですね。こちらもね、傷んでますね。この傷んでるというのは、このようにね、粉が出てきます。乾燥させてる段階で、こういうね、傷むものとかも出ます。どちらかというとね、こういうね、ネットに入れておいた方のが保存度が高いんですね。で、ネットに入れておかないと、先ほどの、このようなね、傷んだニンニクですね。こちらの方がわかりやすいかな。こういうニンニクですね。こういうニンニクがね、出やすくなります。傷んでもうね、スカスカになったりとかですね。そういったのも出やすくなるので、できるだけ保存するときはですね、こういうネットに入れてね、保存しておきます。あとね、傷んでるものっていうのはこういうね、プニュプニュしてるんですね。プニュプニュ。こういう種ニンニクは使い物にならないので、こういうのはですね、早めにね、傷んでるところを取り除いて食べるか廃棄してください。はい。あとはですね、ジャンボニンニクをね、ちょっと紹介します。こちらですね。こちらのね、ジャンボニンニクは、まあ普通のね、ニンニクと違って、だいぶ大きいんですね、こうやって。何倍にも大きいわけです。まあ毎年ね、ジャンボニンニクも、植え付けてます。で、このような形でですね、ジャンボニンニクもね、同じように、皮をね、剥いてあげたりもするんですけど、このようにね、お尻の方から剥くとね、結構ね、剥きやすいですね。で、こんな感じにね、綺麗に剥いてあげて、もうね、この先端のところがね、青くなってます。で、こちらもですね、もう植え付け適期ですね。こちらもね、このニンニクですね。これが普通のニンニク。こちらがジャンボニンニクですね。こんなに大きさが違います。こういったのもですね、もしね、ニンニクね、今、ホームセンターとかでもお高いので、まあ、お高いというのはこの種球ですね。植え付け用のニンニクは高いので、もしあれでしたらね、こうやってね、家庭菜園の方はですね、一つ、例えば、このようなね、ニンニクを一つ植えればですね、6個から7個、8個ぐらいはね、収穫することができるので、ぜひよかったらですね、栽培のチャレンジをしてみてください。はい、あとはですね、ニンニクの、植え付ける前ですね。例えばですね、このような、種ニンニク。こちらをですね、一晩水につける。そうすると、この発芽スイッチが入るということでね、早めに、発芽するというね、そういうね、ことにもなります。ただですね、今ね、この気温がね、だいたいね、9月の、下旬ぐらい、お彼岸以降ぐらいから徐々にこう、涼しくなってきましたので、まあこれね、
目の先端、よ見るとわかるんですけど、こちらですね、目の先端、こちら。もうね、青く、こう、目がね、出そうな感じになってますね。こうやってね、これも発芽スイッチというのが入ってます。こちらですね。だいたい平均気温が25度を下回ってくるともう植え付けの適期になってきますので、種ニンニクを見てもですね、あと気候を見てですね、植え付けを、見るといいですね。ですからもうこのようにね、発芽スイッチが入っているのであれば、まあ、一晩水につけなくてもですね、このまま植え付けて、あげてもね、大丈夫です。で、こちらの方もね、まあこのままね、植え付けてあげるとですね、しっかりと発芽はしてきますので、で栽培期間がね、およそ来年の6月ぐらいまでということで、結構長い期間の、栽培になります。ですから、まあ最初のね、段階でこのようにね、種をね、見分けておく。で、先ほどのこちらのようにですね、種がね、傷んでるものとかね、そういったものはですね、使わないようにして、廃棄する。または、傷んだところを取り除いて食用としていただく。こういったことをね、するといいと思います。まあ、一つのね、ニンニクから、およそね、8株ぐらいはね、収穫できますので、ぜひね、皆さんも挑戦してみてください。ということで、今日の動画、良かった方は高評価、またチャンネル登録、よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。